学校にまつわる怪談、不思議な話を集めてはお話ししてもう何年にもなります。同じ怪談でも学校が舞台となるとただ怖いというだけではなく、そこにはどこか懐かしい、またどこか切ない、そんな話も多くあります。そうそう、怪談といってもちょっとユーモラスな話もありましたね。例えば、どうしたのかな。分かった。分かりました。そうですか。やはり怖い怪談が聞きたいのですね。それでは特別怖いお話をしましょう。でもいいですか、どんなに怖くなっても必ず最後まで見ていてください。でないとどんなことになるか。イケテケっていう妖怪がいて、それがなんか学校で大流行を噂したんですよ。で、他の学校だとシャカシャカっていう違う名前なんですけど、うちの学校だとなんかテケテケっていうんですよ。おばあさんみたいな顔で、それで手が生えてて、なんか校庭歩いてるとなんかものすごいスピードで追っかけてくるっていう。友達がそんなやついるわけないって言ってたんですけど、まあ、バカにしながら校庭歩いてたって。それ放課後？はい、放課後ですね。あ、でもちょっと違う日だったような気がするんですけど、なんか吉間っていうやつが、あ、なんかあいつ誰とか聞いてくるんですよ。あいつ？逃げた。追いかけてきた。はい。でも俺たちは分かんなかったんですけど、吉間っていうやつが最初に気づいたみたいで、なんか追いかけてくるって言うんですよ。なんか首がずーっと校庭を進んでくるって。ずっと。はい。そんな感じだって言って、それでなんか吉間だけがギャーギャー騒ぐから。俺たち怖くなって振り向かなかったんですよ、絶対。そしたらなんか何も聞こえないし、だから背中がもう寒くてもう冷たくなって、でやっと正門着いたらなんか急に平気になっちゃって。これ一体何だったと思う？多分テケテケだと思います。
気をつけろよな。ゲーム弱すぎだよ。え、怖いじゃんお前。なんか持ってるっつってたじゃねえかお前。え、そうだっけ。言ったよな。おい、おい、聞いてんのか。え、聞いてる、聞いてる。あ、聞いてた聞いてた、大丈夫大丈夫。本当かよ。聞いてる、何言ってんだよ。本当の死んだ理由って知ってる？プールで溺れ死んだんじゃないの？直接の原因はそうなんだけど、病気だったんだって、お母さんが言って。病気？あ、私もなんか聞いたことあるよ。何の病気？食べ物が食べられなくなる病気だって。嘘、本当なの？全然そんな風には見えなかったけどね。私なんか食べ過ぎで困ってんのに。あんた食いしん坊だからね。何何言ってる。でもさ、なんで幽霊になってから人の食事を食べちゃうわけ？生きてる時食べたくても食べられなかったからよ、きっと。マジ？信じられない。食べ物の恨みは怖いって言うからね。嫌いなものしょっちゅう食べてもらおうかな。何言ってんの。どうした？なんでもない。聞こえる？聞こえるよね。うん。何の音だろう。消えた。翔太の友とか消えた。バカじゃねえの。嘘。本当だって翔太の友も消えたんだよ。そんなわけないだろ。食器の仕業だよきっと。何言ってんだよ。そんなのいるわけないじゃん。信じないのは翔太だけ。うるせえ。すげえ、見たか、すげえ。みんなみんな食器だよ、食器が出たよ。ちょっと早く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 。なんか急にバリバリバリって音がしたんだよ。すっごい気持ち悪いの。なんかを食べてるような音が聞こえたんだよ。あ、これ落としただけだよ。違う、落としてない、落としてない、絶対落としてない。嘘じゃないの。本当にしたら牛乳がパコパコパコって。これは食べただけだよ。なんで必要があるの。ちゃんと見たんだから。中身も消えてるよ、ちゃんと。マジで？マジで。じゃあそれって初期の仕業だと思う？うん、絶対そうだって。本当だって。嘘じゃん。うるせえんだよ。どうしたの早川くん。なんでもありません、大丈夫です。もしかしてまた出たのか。え、どこどこ。気味悪いスープの中。あ、ほんとだ、なんか映ってる。何も映ってないよ。やだ怖。じゃあ飲んでみなさいよ。飲んじゃえ飲んじゃえ。ダメよ飲んじゃ。怖くて飲めないんでしょ。飲んじゃえ飲んじゃえ飲めない。飲んじゃえ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 。
やめろ。おい、やめろよ。おい。バカ。で、2分の1は同じですから出します。そして4分の3を対分数をこういうふうに直してこう出しますね。ここでカッコでくくって出しますよ。4分の3ね。そして1か4分の1といて2分の1、ほら同じだからこうやって出すのよ。それでね、カッコで4分の3でしょ、これを4分の5にしちゃうのよ。そしてこれを2分の1でかけると、そうすると4分の8だから、まあこれがほら2になっちゃうのよね。これを2分の1でかけるでしょ、だから1なのよ。これね、こんなに簡単にできちゃうんだからね、計算の決まりっていうのはね、よくできてるのよ。さあ次の、7分の6かけるの12分の7足すの15分の14、すごい難しそうでしょ。これだってね、簡単にできちゃうのよ。7分の6をまず出します。この12と15を12と15でこんな60なんて大きい数が出てきちゃうのよ。で35でしょ、それで60の60の、そうね、これだと56なんて大きな数になっちゃうのよ。それでこれを60、はい、これを足すでしょ。そうするとね、60分の91になって、7分の6をかけるとすると、この7と91がこうなって、60分と6がね、10と1と9になるから、廊下に立ってなさい。
翔太くん、待って。思い出した。翔太くんの給食、私食べちゃってたんだ。ごめんね。別にいいよ。私とっくに死んでたのに。みんな驚かしちゃって。気にすることないよ。
優しいんだね。ここが私の席でしょ。うん。どうしてあのスープを飲んだの？スープを飲んだから私に取り憑かれたのよ。どうして？あゆみのこと助けたかったんだ。あゆみが初期のままじゃ嫌だったし、ずっと気になってたんだ、あゆみのこと。私が生きてる時に？うん。翔太くんの誕生日にクッキーを渡すつもりだったの。でも渡すの失敗しちゃって、私勇気なくしちゃったの。昇降口でぶつかったの覚えてる？忘れないから。ありがとう。もう会えないね。さよなら。Thank you.
だよ。もういいって。だいたいなんで私たちが夏休み中までこんなことしに学校来なきゃいけないの。しょうがないでしょ、みんなで決めた当番なんだから。期待は動物とか好きだからいいかもしんないけど。どこの誰だっけ、この子の名前つけたの。ほら、もう終わるから。本当？じゃあ私、相談表にハンコをもらってくる。どうした？ああ、もう何やってんの。だから軍手しなっつったのに。痛い？大丈夫。まだ宮川先生いるはずだから、ついでに絆創膏もらってくる。手洗ってきなね。ごめん、さよ。カンナ、小学校5年生の2学期ぐらいかな、2学期ぐらいのことだったと思いますけれども、授業中にね、ちょっと恥ずかしいんだけれども、お腹が痛くなっちゃったんですよ。で、保健室に行こうってことで、で、まあその東側の階段をね、登ろうとすると、こう誰かがふすっとすれ違った感じがしたんですよ。あれ？と思って振り返ると誰もいない。で、おかしいのはね、誰？って声を出したんです。そしたら何かこう髪をカサカサって擦るような、何かこうすごい変な雰囲気の感じで、タッチって声が聞こえたんです。大人の声か子供の声かもはっきりしないような感じでしたけれども、タッチって聞こえて、そしたらね、子供ですから、子供の頃ってよく、はい、次は君の番だよっていう感じで、鬼ごっことかやるときにこう、はい、君の番って感じでタッチとかするじゃないですか。そんな感じかなって思ったんだけど、でもそうすると、じゃあ僕は一体誰に何をタッチされたんだろうって思って、で、不思議なのはこの話っていうのは、友達にもそんなにはしてないんですよ。
そんなにはしてないんだけれども、僕が中学校に上がるくらいの頃には随分遠くの学校にまで噂になってたりして、でその話が結構長く続いたみたいで、いまだに学校の怪談とかいうそういう本にその話が載ってたりするんです。多分あの話の最初の一人っていうのは僕だと思うんですよ。もしもし。もしもし。これ今拾った携帯なんですけど、あのこれ俺のじゃないんで。もしもし。おい、これいたずらか？ふざけんなよ。これ俺のじゃねえって言ってんだろ。誰なんだよお前。もしかして近くにいるんじゃねえのか。俺のこと見えてんだろ。見てるよ。リリーちゃん。ああ、リリーちゃん。リリーちゃんだよね。なんだっけ、あの花子さんみたいなやつだっけ。あ、わかった。トイレに出るんじゃなかった？あのなんか3階鏡の前でリリーちゃんリリーちゃんリリーちゃんって言って。普通幽霊ってさ、こっちが見るっていう感じだけど、うん、なんかあれって逆なんだよね、うん、なんかさ見られてるって感じしない？うん、そうだね。そう言われてみればそうかもしれないけど、普通はこっちが見るんだよね。そうだよね。でもさ、あれ誰が言ったんだっけ。ミサじゃないの。いないでしょ。私じゃないって。でもさ、なんかやっぱりなんか気配とかするよね。そうだね、うん、なんか信じたくないけどね、うん、怖いよね。でも気配するんだよね。絶対あれいるのかな。どうだろう。あ、でもそうなんだよね。あ、そうそう、なんかね、放課後とか、なんか4時44分44秒薄暗くてね。そうそう、なんか電気とか絶対つけなくて、怖い怖い。でもマジ出てきたら怖くない？怖いよ。めっちゃ怖いよ ね。
優子、優子、ゆうこ、いるの？驚いた？優子さ、何？やめなよそういうの。うん、そういうのってさ、なんか試されてるみたいでいい気しないよ。かすみ嫌なんだ。まあね。でもさ、男子にああ言われたら引っ込みつかないじゃん。めぐみが家出した時に当てたのは事実なんだしさ、地図広げてここだって。いつも当たるとは限らないよ。そん時はそん時。なにこれ、なんかすごいよね。美術部作ったらしいけどすごいセンスだよね。歯2本しかないもん。なんで眉毛つり上がってるの。わかんないよね。何かを訴えたいんだよきっと。何？あんな気あったっけ？え？どうかした？うん、なんでもない。遅えよお前ら。何やってたんだよ。逃げたのかと思ったよな。あんたたちちゃんと職員室の方見に行ったんでしょうね。見たよ。誰もいねえよ。コンピューター室の方で田島が一人グズグズしてたんだけどさ。大丈夫で、あいつ部活の担任だからさ、すぐ帰るって。見回りに来たらヤバいじゃん。田島がさ、まだいるかいないかさ、お前ならわかるんじゃねえの。それじゃあ実験になんないでしょ。言い出したのはあんたたちなんだから、ちゃんと条件守ってよね。私が見てこよっか。いいよ、瞳が行くことないよ。どうでもいいけどさ、やんのかよ、やんないのかよ。いいよ、やろう。準備して。うまくいかなかったらあんたたちのせいなんだからね。おい、これ北どっち？こっち。方角はこれでいいんだよな。その図面本当に正確なの？お前な、これ書くのにどんだけ時間かかったと思ってんだよ。嫌ならいいんだよな別に。やろうって言い始めたのお前らの方なんだからさ。ちょっとそれ違うでしょ。あんたたちがかずみのこと。優子、いいよそれで。早くやっちゃおう。ひとみ、これでほがかってる。うん。じゃあさ、ルールを確認するよ。今私たちここだよね。今から10分以内に3人はそれぞれ好きな場所に隠れること。校舎の中ならどこでもいいんだよな。うん、どこでも。10分経ったら和美が投資を始めるから絶対動いちゃダメだよ。オッケー。投資の結果はまず私が図面に記録して、
それからその場所に和美と一緒に見に行く。当たりか外れかは自動的に分かるでしょ。でもさ、いつまで経っても来なかったらどうすんだよ。あ、言える。どうすんだ。そっか、じゃあ時間決めよっか。20分経っても来なかったらここに戻ってきて。20分がリミットな。そういうこと。ズルはなしな。ズルなんかしようがないでしょ。あいつらのことあっと言わせたいよね。でもきっと偶然だって言うよ。だってもお前どこ隠れんだよ。え、まだ決めてないけど。じゃあさ、2A の教室にいろよ。え、でもなんだよ、どこに隠れても同じだろ。何かまずいのかい。うん。じゃあ 2A にいろ。もし 2A にいなかったらこの実験はインチキだって言いふらすからな。田島さん、もう帰ったかな。どこ行く気だよ。家はあっちだろ。行けよ。始めるから記録して。分かった。これは宮下くん 3B書いて。あ、そっか。有賀くん大教室。瞳は家。家？うん、本当に似合え。行動じゃないよね。どうして。どうしてって。そっか、瞳行動にいることになってるんだ。そうじゃないけど。それってインチキじゃない。だって私たち和美のことが心配だったから。じゃあなんで瞳行動にいなかったんだろう。知らないけどさ。ああ、やんなきゃよかった。こんな実験本当だよ。私たち本当に和美のことが心配で。あ、もう一人いる。え？コンピューター室。田島じゃないの？違う。じゃあ誰？誰だろう。わかんないの？あ、動き出した。ちょっと和美、どうなってんのよ。
リカ君の方へ向かってる。くんダメ、廊下に出ちゃう。君がいなくなった。やめてよね、もう私には何にも見えないんだからさ。ちょっと和美、和美、説明してくんないと分かんないよ。説明はできないけど、有賀君がどうしたの？20分経つんでしょ？え？うん。じゃあ見に行こう。有賀くん？あのさ、和美、有賀くんここじゃないんじゃないの？言ってたじゃん、外れることもあるって。そうだね。瞳を助けないと。やっぱり構造なんだ。私見てくる。ダメよ、私のそば離れちゃダメ。かずみは宮下くんを探してきて。実験は中止、それでいいよね？
誰だよ。田島先生、授業を始めます。座って。逃げなかったんだ。かすみ。え？あなたが殺したんでしょ。何言ってんの？ずっと私たちのこと憎んでたんでしょ。そんなことないよ。ねえ、お願い、あなたを信じなかったこと謝るから、
許して。ちゃんと信じるから、お願い。謝らなくていいよ。私にも止められないの。とうとう最後まで見てしまいましたね。学校の怪談は人に話さないではいられないものです。あなたもこれでひそやかに伝わっていく学校の怪談の語り部の一人となるでしょう。学校の怪談はこれからも生き続けていきます。人がその語りをした時、怪談は生き物のように息づいて学校の暗い影からその姿を表すことでしょう。起立。礼。じゃあまたいつかお会いしましょう。 See you again.